私の名前はパニコ、30歳の会社員です。1年前に同じ年の会社員直樹と結婚し、夫婦で仲良く暮らしています。直樹は2人兄弟の長男なので、いずれは義両親との同居も覚悟はしていますよ。夫の弟ひろやさんは2歳年下で、2年前に一足先に結婚していて、幸せ夫婦の大先輩。義弟夫婦は近くに住んでいるので、よくお食事したりしてるくらい仲良しなんです。今日はひろやさんの妻美代さんが夕飯をご馳走してくれるということなので、お邪魔しています。忙しいのに申し訳ない。どうしても美代が2人に会いたいって言うからさ。いえいえ、私も会いたかったので嬉しいです。パニコさんたちのために料理張り切りすぎちゃいました。美代さんは26歳にしてはとても落ち着いてるんです。私そういうところ見習わなきゃって思ってるの。美代さんもプリンお好きでしたよね。おすすめのプリン買ってきましたよ。いししあら、やだ、私もプリン作っちゃってました。え、あっちゃー、確認すればよかったな。いやー、これはとんでもないラッキー。やったー、2種類のプリンが食べられるなんて最高すぎじゃん。おいおい、食べすぎて動けないなんてことがないようにな。なんだか楽しい。皆さんたくさん食べてね。和やかな雰囲気で食事を終えると、夫と義弟が食器を洗ってくれているので、私たちは一休み。でもね、二人きりになった途端、美代さんがキッチンの方を気にしながら、ひそひそ話を始めました。パニコさん、お母さんとはよくお会いされるの？え？ああ、いえ、何度か顔を合わせたくらいですけど。そう、最近お母さん、おかしくない？え？そうですか？とても優しくしてくださいますけど。そっか、私も前はそうだったんだけどね。え、どういうことですか？これはどうしよう、言ってもいいのかな。私ってこういう性格だから、二人きりになるとキスが当たられちゃってね。お母さんからですか？し、あ、すみません。どんなことをされたんですか？すると美代さんは目に涙をいっぱい溜めて、首を横にフリフリ。それは言えないの。言うわけにはいかないわ。でもこれだけは言える。パニコさん、義実家に行くときは決して一人になってはダメよ。必ずお父さんかお兄さん、ひろやと一緒にいること。じゃないと。じゃないと。それ以上は言えないの。私もお母さんのことを悪く言いたくないから、このことは二人だけの秘密にしててちょうだい。約束よ。わかりました。もともと義実家を離れていたから、深く関わる機会はあまりない、そう思っていたんですが。そうだった、初盆で義実家に行かなきゃならなかったんだっけ。でね、ドキドキして義実家を訪れると、明らかに姑の様子がおかしいんです。あら、遠くから交通費出してまで来てもらわなくてもよかったのに。え？耳を疑いました。これまでは、パニコさん待ってたのよなんて迎え入れてくれていたのに、こんな塩対応されるなんて、こんなの本当に初めて。すると、それを聞いた義父がすかさず言いました。おい、せっかく来てくれたのに、そんな言い方ないだろ。なんだか俺たちが来ちゃいけなかったみたいな言い方だな。そんなわけないじゃないの。初盆は家族で過ごすのは当たり前です。家族ならね。あ、どういう意味だよ。母さんなんかあったのか？家族なら当たり前だけど、そうじゃないなら、まあ別にいいわ。ああ、わざわざあんなとこから。何よ、その意味ありげな言い方。まるで私だけ来んな、みたいな言い方じゃないの。二人きりにならなくても、すでにお目いびりされてますけど。ただいま、遅くなりました。ご無沙汰しております。続けて、義弟夫婦がやってきました。美代さん、たった今、嫁いびりのカウンターを食らっちゃいました。美代さんに目で訴えました。すると次の瞬間、姑は思いもよらない行動に出たんです。まあまあ、美代さん、大変だったでしょ。荷物を持つわ、上がってちょうだい。疲れたでしょ。ほら、上がって上がって。え？私との偉い対応の違いにびっくり。パニコさんの荷物は私が持つよ。慌ててシュートがフォローしてくれたものの、何が何だか分かりません。
姑とミオさんはずっと行動を共にして、なんだかめちゃくちゃいい関係にしか見えないの。来客が引いていくと、義弟夫婦は先に帰ってしまいました。すると、私に向ける姑の視点が、ますます鋭くなったんです。あなた、直樹と買い物に行ってきてくれる？え？俺？ああ、別にいいけど。ええ、二人きりになる気満々じゃん。買い物なら私が。あら、無免許運転でもされるのかしら？一番近くのスーパーまで車で15分はかかるのよ。くねねねね、そりゃ運転できないけど、できないけど。それじゃあ、直樹が運転して一緒に行ってきたらどうだい？パニコちゃんも外に出たいだろ。お父様大好き。あなたの車で他の人が事故にあっても保証はされないのよ。それじゃあみんなで買い物行く？さすがにこれで姑も諦めたと思ったんですが。じゃあここの片付けはどうするの？あー、そう来るのね。もう絶対に二人きりになるって意思が伝わってきました。お二人で行ってきてください。私はここでいびりに耐えておりますから。お母さんと仲良くお片付けしてます。こうなりゃやけです。どんな嫁いびりをかましてくるか、お手並み拝見ってなもんだ。夫たちが出ていくと、すぐに魔の手が伸びてきました。あなた、一体どういうつもりなの？あべ？二人して働いてるのに、どうしてそんなにお金がないの？あへ？一体何に使ってるのよ？あへ？何の話？夫に内緒で100万円借りるなんて、とんでもない嫁ね。え？いやいや、本当に何の話よ。ちょっと待ってください。100万って、いやいや、そもそも借金って何なんですか？とぼけないでちょうだい。聞いたのよ。ミオさんにお金がないって泣きついたこと。え？直樹には言えないからって、何度も何度もミオさんにたかって、だいたいローンも組めないってどういうこと？あなた、よからぬところからお金を借りてるんじゃないでしょうね。そんなことしてません。借金はミオさんからだけだって言いたいの？そうじゃなくて、やっぱり他に借金があるのね。いえ、だから、借金なんてしていませんから。まさか、返すつもりはないから借金じゃないなんて言わないでしょうね。そうじゃなくて、私がミオさんにお金を借りていると思い込んでる姑に、私の言葉は届きません。もしかして私、ミオさんにはめられた？ミオさんはヒロヤにも内緒でお金を捻出していたのよ。あなたが誰にも言わないでって泣きつくから、かわいそうだって。あの野郎！物静かな雰囲気醸し出した悪魔じゃねえか！でもね、ミオさんも家計を守らなくてはならないの。とりあえず、私が25万円返しておいたから。え？おっと、ミオさんの狙いはここか。ミオさんに25万円渡したんですか？そうよ。あなたが返済しないから立て替えてあげたんでしょうが。かわいそうなミオさん。パニコさんには言わないでって怯えていたのよ。今日もあなたからお金を無心されるんじゃないかって怯えて、だからずっと私が守ってあげたんですからね。あなた一体何を考えてるの？なるほどね。だからずっとくっついていたわけか。姑が私にお金のこと話すんじゃないかって怯えていたんでしょうね。そしたらバレちゃいますもんね。私を悪者にして姑からお金を巻き上げていたことが。企みがバレないようにどっちにも根回しをしておいてさっさと帰るなんて、爪が甘いんじゃないのかな。ミオさん、何ニヤニヤしてるのよ。おっと、顔に出ちゃってたか。何か誤解されて、いや、騙されていらっしゃるようですわよ。ああ？まあ私も騙されていたんですけどね。あなた、詐欺にあって借金作ったわけ？まあ、ある意味そうかも。え？それは大変。どうしましょう？とりあえず、詐欺師を撃退しますので、見ていてくださいな。でも、どうやって？お母さん、私に任せてください。いしし？詐欺師の化けの皮を剥いてやる。でも、単に追求しても、平然と私が100万円借金しているって言い出しそう。じゃあどうするかってね。本人に嘘を認めてもらうんですよ。私なりのやり方でね。いしし。数日後、義弟夫婦宅にまたしても招待されました。
まさにこの時を待っていたんです。シュートメとのやりとりは誰にも言っていません。だから招待してきたんでしょうけどね。いつも通りに食事を終えるとミオさんはすぐさま動き出しました。あ、お米がなかったんだった。お兄さん、よかったら車でヒロヤを買い物に連れて行ってもらえませんか？ふふーん、二人とも追い出すつもりね。いいですよ。パニコ、何かついでに買ってこようか？じゃあ、私もお米、それと砂糖と牛乳、卵にお肉、お魚とヨーグルト、プリンも忘れずにお願い。ああ、あと玉ねぎと。ちょっと待った。メモしてくれる？ごめん、LINE で送っておくね。よろしく。じゃあ、行ってきます。夫たちが出かけたので、私はスマホを取り出して、ちゃちゃっと操作を開始。この前はごめんなさいね。先に帰っちゃって。いえいえ。おかげであんたの本性を知れましたからね。お母さんに何も言われなかった？言われましたとも。借金しているダメ嫁だってね。なんてことは、まだ言えない。ええ、別に何も。いつもと変わらずでしたよ。ミオさんが事前にアドバイスしてくれたおかげです。失敗に終わってるけどね。ああ、でも本当にお母さんにひどいことされたんですか？裏で嫁いびりするようには見えなくて、もしかしたらですけど、ミオさんの思い過ごしでは？するとミオさんは顔を下に向けて肩を震わせ始めちゃいました。私のこと嘘つきだって思ってるのね。いやー、ミオさんの誤解ってことはないでしょうか。詳しく聞いていないので、まだちょっと判断できないんです。そうね。詳しく知りたいわよね、やっぱり。実はね、二人きりになった時、お母さんから、あんたみたいな嫁、息子と釣り合わない、離婚しろって言われたのよ。はいはい、ありがちですね。他には？私の料理が食べられないって、ネチネチ言われたり、料理を捨てられたり、とにかくひどいのよ。わー、それはひどいですね。パニコレでよく見る典型的な意地悪シュート目だわ。この前なんて、お金あげるからタクシーで帰りなさい、目障りなのよ、なんて言ってくるし。それから、アレルギーないの、残念ね、あったらたんまり準備してあげるのに、とか言われたんです。ひどーい。電話でもネチネチ説教されちゃうし、もうお母さんからの電話が鳴るたびに涙が出ちゃうんです。だからって出ないと、不倫してるって嘘を教えても、ヒロヤを信じるよ、なんて脅してくるから、出ないわけにはいかないし。あら、それは辛いですね。誤解だなんて言ってごめんなさい。いえ、いいんです。うまく切り抜けたと思って、笑っているミオさんだけど、それはどうかな。次の瞬間、ミオさんのスマホの着信が鳴りました。あら、ヒロヤさんからじゃないですか？どのお米なのかわからなかったのかしら。とスマホの画面を見たミオさんはさっと表情を暗くしました。着信はシュート目からだったんです。あら大変、すぐに出なきゃ。でもどんな感じでエビってるのかぜひ聞きたいので、私のことは内緒ですよ。もしもし。観念したように電話に出たミオさん。さーてどう出るか、聞き耳を立てちゃおっと。いしし、今そこにヒロヤはいる？はい。なぬ？嘘ついたな。それじゃあ場所を移動して。携帯電話なんだからできるでしょ？ちょっと外で話してくるわね。と、私に向けて言いながら、場所を移動するミオさん。当然後をつけていくと、口パクで、ついてこないでって言われたけど、ついていくもんね。ミオさん、話せる？どこまでもついていく私に観念したように立ち止まり、話し始めました。お母さん、今ちょっと立て込んでいるので、またかけ直しますね。なんて言って電話を切ろうとするので、思わず電話を押さえて、通話を続行させちゃいました。ちょっと！え？どうしたの？忙しそうだから手短に言うわね。パニコさんに貸したお金、代わりにもう30万円立て替えて、返済できそうなのよ。え？ヤクマンもミオさんに借りるなんて、パニコさんたら何考えてるんでしょうね。30万あったらしばらくは家計は大丈夫よね。残りはパニコさんに返してもらえそう？ミオさんは額から汗をだらだら流し、どうにか電話を切ろうとさらに力を込めてきました。私がいつ
ミオさんに借金しました？え？え？パニコさんいるの？ちょっと待ってください。私がいつミオさんに借金申し込みましたか？お金なんて借りてないですよね。それは今のはどういうこと？借金は嘘だったの？違います。パニコさんが嘘をついてるんです。今もお金を貸せって押しかけられて迷惑してるんです。やっぱり私が借金してるって押し切ろうとしやがったな。まあそうだったの。それなら伝えてくれる？あんたみたいな嫁、息子と釣り合わない、離婚しろって。え？それからお金あげるからタクシーで帰りなさい、目障りなのよってなことも言ってあげなさい。え？それからパニコさんにアレルギーの有無を聞いてちょうだい。ああ、アレルギーないの。残念ね。あったらたんまり準備してあげるのに。お母さん。え？待って、どういうこと？どうもこうも。ミオさんが私のありもしない嫁いびりエピソード話していたのを聞いていたのよ。え？どこですか？どこに隠れてるんですか？直樹たちが出て行ってすぐお母さんに電話をかけて通話中にしていたのよ。つまり会話は全部筒抜けってことね。え？そんな私がいつあなたをいびったかしら。ごめんなさい。ひろやさんの稼ぎが少なすぎて家計が厳しかったんです。でも息子さんの稼ぎが少ないなんて言えないし、それならパニコさんに貸したことにしちゃおうって騙してごめんなさい。ならなんであんたは仕事しないのよ。本当は稼ぎたいんです。でもひろやさんプライド高くて妻は仕事させたくないって。でも月4万の生活費ではお肉も食べられなくて。まあそれは本当なのかい？本当です、信じてください。全てはひろやさんのプライドと私たちの関係を守るためだったんです。本当のことを言ってお母さんがひろやさん怒ったら彼に捨てられてしまう、それだけは嫌だったんです。そんなに息子のことを。だからこのことは彼には内緒で。ではとりあえずひろやさんの言い分も聞きましょう。は？私は通話中になってるスマホを差し出しました。電話の相手はもちろんひろやさん。実は夫に LINE で重大な話があるから電話したら弟さんと一緒に聞いててって知らせていたの。シュートメトミオさんが電話でお取り込み中にね。毎月10万も生活費渡してるだろ。何に使ってんだよ。俺が働きに出るのなんて言ったか？家事が苦手だから専念したいって言って辞めたのはミオだろう。25万なんて金何に使ってんだよ。それは今なら不倫してるって教えてもひろやさんは信じるだろうね。何？ケンゴとまで電話が繋がってるの？あ？おい誰だそれ。冗談で言ったつもりが本当に不倫していたなんてね。ケンゴのこと知らなかったの？おいミオ、お前不倫してたのか。ケンゴに貢いでいたみたいね。なんでヒルホストにハマってることをパニコさんが知ってるのよ。知らないし適当に言ったら当たっちゃった。まあブランド物にも興味なさそうなミオさんのことだから男かなって思っていたけどね。また私をハメたわね。勝手にハマってくれたんじゃん。自分から足突っ込んできたくせに。なんなのよ。俺はこっちのセリフです。お前とは離婚だ。しっかりと働いて母さんと俺に返していくんだな。え？ひろやには借りてないじゃん。慰謝料のことでしょ。慰謝料？そんなの無理よ。私を捨てないで。ミオさんは両手にスマホを持って釈明していましたが、もう何を言っても無駄。ホストにハマって使い込んでいた分と離婚の慰謝料をミオさんはコツコツ返済していくことになりました。もちろんシュート名の返金もね。こうして平穏な日々が戻ってきました。今日は義実家にお邪魔しています。お母さん、直樹が私の貯金使っちゃって今月ピンチなんです。直樹に内緒で10万円くれませんか？あら大変、10万で大丈夫なの？母さん何度も言ってるだろう、簡単にお金を出しちゃいけないって。え？直樹？お母さんは人が良すぎます。誰にも言えないお金のやり取りは詐欺の証拠だって言ったじゃないですか。試したの？母さんが心配だからね。お金の話は縁の切れ目、誰かに相談することで
詐欺は避けられますよ。はい。またテストするからね。みんなが安心して暮らせるようにね。信頼できるって思ってる相手でも、お金の話はご用心を。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。